はい、今ですね、私は浜松市にいます。浜松市で、私は最近ねパナソニックの 4K の、ビデオカメラを購入しました。 HC の WX970M でございます。で今私の顔が、まあ、左下に映ってると思うんですけど、これワイプ撮りで撮ることができるんで、早速ねハス撮りということで今撮影します。で私の地元である浜松ということで浜松市街をねこれから撮影してきます。ドライブしてですね、今ワイプ撮りなんで自分の顔を左下に映ってると思うんですけどね、これが特徴でありますパナソニックもね。ソニーの 4K のビデオでもいいのあったんですけどね、まあいろいろ悩んでパナソニックにしました。4K のビデオです。今 4K で撮影します。で今いるのがこの国道152号線、今浜松城が左にあるんですけど、これをまっすぐ市街地の方に向かっております。152号線ということでね、これを北上すると長野県の諏訪市の方、諏訪湖の方に行くことができます。南に行けば、海ですね、遠州灘という海になってるんですけど、太平洋です。でちょうどこれがね浜松市街、右に行くとね、浜松市役所なんですけどね、この辺り街中になってきます。この辺りね本社があったりとか、もしくは、ね、東京あたりに本社がある会社の、支店、ね、支社なんかがあったりします。で152号線を今街中の方進んでいきます。この辺りも結構ね、ビルがあります。若干浜松だとね、市街地がちょっと狭いかなって感じはするんですけどね、人口が80万人を超える都市、政令指定都市です。で全国で16番目に多い都市かなと思います。でこんな感じです。でこの辺りですね、田町、左に行くと田町ってところなんですよね。浜松来たことある人、浜松住んだことある人、もし地元が浜松の人だったら分かると思うんですよね。あったんですけど、まあ、イオンとかが郊外できてですね潰れてしまいました。マダイなんかもあったんですけどね、松菱百貨店っていう地元の百貨店もあったんですけど、今ねかなり、百貨店とかそういうデパートがもうなくなってしまってね、エンテス百貨店とかぐらいかな今が名盤かと。前方に見てるのが高い建物あると思うんですけど、あれが、まあ、タワーマンションですね、あってます。でこの辺り勝町というところです。勝町、一応この辺りがね、浜松市の目抜き通りではあります。右手前方を見ていただくとアクトタワーというね大きな、タワーがあります。今ね、あっちの建物あるんですけど、あちらがアクトタワーね、なってます。で、これが昔名鉄ホテルだったんですが、今はクラウンパレスホテルになってます。この、アクトタワーに関しては、1994年できたんですけど、今から21年前、212m の、タワーです。その当時だとですね、まあ、あの名古屋でもね
そう、この高さのものはなかったので、当時としてはね、中核都市としてはね、なかなか斬新的なものだったんです。なんかあそこ救急車になってるからね。結構今ね、本日2015年ね、平成27年の8月の8日、夏なんでね、結構暑いですね。熱中症で発達してもいるんでしょうか。坂東鉄道駅があります。この道は、ね、中田島街道といって浜松祭りがやられてる会場、中田島海岸があるんですけど、たこ揚げがね、されてるところ、そこから伸びてる道で、もうちょっと行くとですね、あの有名なヤマハ、楽器のヤマハのね、本社があるんで、ちょっと先に行くと道幅狭くなるんですけど、楽器通りという名前になります。ヤマハの本社ね、あります。浜松さん、何気にそういったね、ヤマハであるとかホンダはもともと本社ハマスありましたしね、あと鈴木自動車、あとトヨタの創業者ハマスの隣、湖西市というところ生まれてます。結構自動車とかそういった関係の人はね、創業者の人結構多いです。で、これを左行きます。で、これが東海道ね、東海道、いわゆる旧道です。で、ここの辺りが今ちょうどその高架になってるんです。今電車走ってます。赤電ですね、赤電ね、これ。昔はもっとね、人がいたんですけどね、人口自体はそんな減ってるわけじゃなくて、逆にちょっと増えてはいるんですけどね、まあ、最近ちょっと減ってるみたいですよね。ただその郊外にイオンみたいなね、大手の大型のね、スーパーなんかができて、街中に来る人が少なくなったのがあります。まあ、百貨店とか潰れたりするのもあったんでね、まあ、ちょっとね、街中が空洞化してるのはありますけど、ここ田町のあたりなんですけど、再び152号線を左に入ってみます。駐車場、浜松さん遊びに来る人はね、駐車場結構あるんで、ちょっと離れたところだったら安いです。街中のもう中心になっちゃうとね、結構高かったりするんですけど、この辺りは割と安いんで、まあお金節約したい方はね、ちょっと離れたところに止めるといいと思います。ここから浜松の駅まではどのくらいかというと、だいたい歩いて、5、6分かな。で、今152号ではですね、じゃあもうちょっと進んでいきます。だからさっき言った天満町ですね。左がもともと西武百貨店があったところ、今ザザシティってなってます。トイザラスなのかな、おしゃれなのかなとかあるんですけどね。
まあ、ここから今左に行くんですけど、千歳町ってあったやつです。まあそういうスナックとかね、ラウンジ、高級クラブなんか結構あったりすると飲み屋が多いです。この左の通りですね。まあここ入れるんですけど、で前方に見える建物ね、それね昔伊東洋華堂だったんですけど、今は鹿島市プラザというのがあります。この付近一般道鉄道駅があります。もっと人いたんですけどね昔は。で、ここから街中に入っていく感じでございます。